って、デンディ何聞こうとしたか忘れちゃったよ。対戦しっかりしてください。デンディ打ち合わせの時なんて言ってたっけ。グッとする仕草の逆とか。あ、そうだ、嫌いな仕草ね。これやったらみんなちょっと引いちゃうよみたいな。私ちょっと苦手っていうやつの意味でね。私ヒカちゃんがね好きって言ったのがダメなんだ。そうなの。え、ポンポン女子会っぽくなってきましたよ。なんでダメなの。わかるんだよ、気持ち的には慰めてくれてるんだなっていうのはわかるんだけれども、うん、対等に見られてない感じがするの。下に見られてる感じがすごいあるかなっていう、それがちょっと嫌って感じかな。私も頭ポンポン苦手、触られるのがっていうコメントも。そう、人によるかもしれないけど、ね、そう、人によるかもしれないけど、キュンっていう来るっていう気持ちもわかるんだけれども、もし自分がっていう風な話をされたら、キュンじゃなくてすごい一気に冷めるというか冷静になっちゃう、ね、シチュエーションでちょっと離席する時にポンポンってやれるぐらいとかどう。私ごめん、やだ。いや、ちょっとタイミング違うかもしれないわ。だってなんでそんなね、中途半端なさ、何のために触ったのか。全員否定。